元気にしてるか？ジャスミンだよ。いや今日もジャスミンチャンネルの時間だよ。先週の駄菓子企画、ね、どうだった？みんな、なんかジャスミンはめちゃくちゃ懐かしい気持ちになった。そしてね、今日の企画は密着バイプレ大陸っていうことでね、ジャスミンねめちゃくちゃ取材してもらったんだよ。そうそうそう。じゃあちょっとね、ジャスミンちょっと緊張したんだけど。じゃあ早速見てみようか。はい、行ってみよう。2021年2月某日、某所に彼女がいた。あ、なんかずっと撮られてるの。足取りは軽そうだ。ちょっと見てくるね。天真爛漫、好奇心旺盛、そんな彼女だが。いるようですね。うん、ジャスミン、ちょっと緊張してきた。なんか思ったより広かったよ、ちょっと見たら。喋れるかな。大丈夫かな。不意に不安そうな彼女を見つけた。その姿はまるでふるさとから旅立つ一人の少女のように見えた。すべての人に感動を。バイプレイヤーズ。今日は何されるんですか？今日、ジャスミン、今日はジャスミン YouTube やってるじゃん。でそれの撮影と、あとね、ジャスミンね、このね、マスコミ試写会のね、前説やるんだよ。そう、それの今打ち合わせしてんの。ジャスミン打ち合わせしてんの。彼女の名はジャスミン。現在は撮影スタジオバイプレウッドのさざ波庵で働いている。もうすぐ本番ですもんね。結構、うん、緊張とかしてます？ジャスミン緊張するよ、うん、だって偉い人たちがいっぱいいるじゃん。だから私ちょっと噛まないように頑張る。撮影スタジオに来るどんな一流俳優にも肝の据わった態度を貫く彼女だが、今日はさすがに緊張しているようだ。1997年中国のとある町で産声を上げた彼女は、違う世界を見たいと両親を説得し、単身で日本に来日した。ちょっと入ってるんですけど、30人もいるの？1と2でおそらく分かれるので、うん、そんなに密にはならないですね。だいたいどっちかの端っこととかで、前説といいますか、はい、していただく感じです、はい、ここでこうやってやるんだ。いや、あれ？そっか、マイクがね。あります？もしなんかマイクな。あ、でもマイクなくてもジャスミン声大きいだから食べれるけど。毎日さざ波庵でオーダーを通しているからか、大きな声には自信があるようだ。楽しみだけど緊張する。なんかジャスミンここで喋るのかと思ってた、舞台上で。このちっちゃな。ここに立ってこうやってここだった。今日はいよいよ、うん、マスコミの方に向けて、うん、映画バイプレイヤーズがしたということで、うん、見てもらえるんですけど、うん、やっぱり今もう公開がね、まず先にはなりますが、改めてこうなんかどういうところを一番こう見てもらえたら嬉しいなとかあれば、
たいですね。ジャスミン、この間ちょっと見たんだよ、さっきに。うん、面白かった、うん、面白くてなんかね、本当にね、めっちゃ出演者が多くて、しかも豪華なんだよね。そう、それは本当になかなかないよね、見れるものじゃないから、うん、それはね、本当にみんな、うん、びっくりすると思うよ、うん、そして泣けるね。そう、意外に泣けるよ、うんうん、最後のとことかジャスミンちょっと泣いちゃって、そう、ちょっと感動したそうそう、なんかね、ちょっとあとね、終わった時に流れる曲あるじゃん、あれめっちゃ良かった、うんうん、そう、ちょっと早くね配信してほしいなと思って。映画が終わったら帰る人いるじゃん、うん、じゃなくて、あの、いてほしい、最後まで、流れるエンドロール流れるまでいてほしい。そうそうそう、あのね、面白いのがいっぱい流れるから、うん、その中でも、そうそう、だから見てほしい。期待を裏切らないよ、うん、面白いだから、もうみんなに見てほしいな、うん、で今日見る人がいるんだもんね。今日います、30人くらいですかね、うん、感想聞きたいよね、見てほしい。ジャスミンも出てるからさ、見てねジャスミンも出てるからね。コーヒー飲んじゃったから口臭いと思われたから受付所だから。ここで彼女、聞いてこれ、意外なジャスミンが作ったこのポーチ、え、すごい、本当だよこれ、本当に作った。なんかジャスミン、あれなの、なんか新しく買った洋服があったのね。でその洋服が抹茶こぼしたの、ジャスミンで、衣類用漂白剤使ったらピンク色になっちゃってもう着れないから、その服の袖で作ったもったいないから、そう作った、これちょっと汚れちゃったけど、だから2回しか着てない服で漂白剤で、繊細かつ大胆、彼女の魅力はそこにあるのかもしれない。するでしょ。すいません、ありがとうございます。ここのさ、裏もさ、ジャスミンが塗ったんだよ。しかも手縫い。売れそうな、うん。頑張った。ジャスミン意外に器用なんだよ。自分で縫い物をして作ったというポーチ。手先が器用なところも内心真面目な面がよく現れている。ありがとうございます。よろしくお願いします。タイミング逆にした方がいいかも。じゃあ北谷さん一旦待ってもらえましょうか。はい、あ、多分一回下まで降りて、多分ここを使わないんで、隣の試写室の位置でやるので。本番まであとわずか、一体彼女は何を考えているのだろうか。いよいよですよ、いよいよ本番、うん、ちょっと待って、本当にやばいちょっと待って、おもむろに台本を取り出した。緊張している姿を見ると、彼女にとってこの前説は非常に大切だということがよくわかる。いや、これもね、つけたんだよ、ここ。あ、そのそうチェック。すごい。もともとここが袖なの、結構広めの、で、こっちが洋服があった方、ここが袖口なの。すごい。で、これをこう切って後ろ塗って、ちょうど口をこれで止めたみたいな。手縫いなんだよ、だからほら細かい、あ、すごい、そう手縫いなので、こっちも塗って、
粉も塗って、え、でも簡単だよこれ、すぐ作れる。いや糸通しすらできない。ジャスミンがミシンを苦手で、うん、そうでも前バイトしてた時に洋服屋さんだったから裾上げとかやってたわ、ジーパンの。でもなんかそれすごい苦手で、なんか手縫いの方がうまくできると思って。これ手縫いなんだ、完全に。そう、完全手縫い、もうこれ針でこうやって。すごい。え、でも30分ぐらいで作れる。本当に嬉しそうに自分が作ったポーチの話をしているときは、どこにでもいる普通の女の子のようだ。アルバイトは結構いろんなお仕事されてたんですか？やってた、高校生の時とか。なんか前お伺いしたのは、その工場、はい、なんか中国の人が多かった工場でみたいな。もう一個は洋服屋さん。ジャスミン、売り上げいつも最下位だった。なんかよくわかんないけど、いけないの、なんか緊張しちゃって。やってみたいバイトとかあります？やってみたいバイト、はい、何かな、何だろう。開きます、ちょっと待って。今までこれからもし何かの機会で何かそういう経験ができるとしたら、こういうことやってみたい。なんかシュークリーム、シュークリーム。今多分テンシュークリームカットがあ、シュークリーム、私がよく行くシュークリーム屋さんがあって、そこがなんかこうシュークリームガシャッガシャって入れてるの。それがめっちゃ楽しそうでやりたい。あといっぱい入れたいのクリームを。クリームを少ないじゃないですか、ガッて入れて食べたい。自分だったら食べれるじゃん、叩いてたら、はい、ありがとうございます。失礼しました、マスクが届いた。よかった。すいません、一番好きな食べ物、焼肉と寿司。でもこの間天下一品初めて食べて、あ、おー、初めて食べたの。ラーメンめっちゃ食べるんだけど、なんかさ、なんだろう、コアなとこしか探していかなかったの。天下一品食べたらめっちゃうまいよ。あれって豚骨じゃなくて鶏なんだって。鶏と野菜を煮込んでるらしくて、めっちゃうまかった。こってり派ですか？こってりが大好き。重いのがめっちゃ好きで、そうなの。重い食べ物しかイメージないですけどね。もしなんかこうあっさりとか好きなのかなって。あっさりはあんまり好きじゃない。好きだけどそんな食べない。背脂とか好きですか？大好き。背脂を作ってた食べて。おもむろにスタッフと話していた食べ物の話。こんなところにも天真爛漫な姿が見えた。マスコミ受付の時間。恐る恐るだが自分の仕事をしっかりこなす。緊張しながらもうまくチラシを渡したようだ。緊張が次第に薄れてきたのか、
今度は好奇心が止まらない。撮影後、こんな集中した表情を他の人に見られることは今までなかったとジャスミンはスタッフに話してくれた。もう間もなく本番ですが、うん、今の意気込みを、うん、これを見すぎないように頑張る。こうなっちゃうから、そう、こうやって。いよいよ本日の大仕事、マスコミ試写会の前説が始まる。ニーハオ、もうお前らジャスミンだよ。みんな元気か？今日は映画バイプレイヤーズ、もしも100人の名脇役が映画を作ったらのマスコミ試写に来てくれて本当にありがとな。ジャスミンもめっちゃ嬉しいんじゃん。それでね、この前豪華追加キャスト、あと主題歌、予告、ポスターと盛りだくさんで解禁になったけどさ、もうみんな見てくれた？めっちゃよかった。あとね、そう、映画始まる前にジャスミンからちょっとお願いがあります。1つ目、場内での飲食は禁止。あと上映中は携帯電話の電源オフにしてね。あとは上映内での映画の撮影録音はお前ら逮捕されちゃうぞ。そう、あの日本のよくわかんないけど法律で10年以下の懲役、もしくは1000万以下の罰金、もしかしたらさ、その両方が課せられちゃうかもしれない。だから、そう、お前ら不審な行為もし見かけたらすぐにスタッフに言うんだよ。分かった？ノーモアバイブレ泥棒。うん、ってことで、日本映画史上最も壮大なスケールでお送りする名脇役たちのバイプレ祭り、お前ら楽しんでちゃんと見て帰ってってな。ちなみにジャスミンもちゃんと出てるだから、それもちゃんと見て帰ってな。 OK ってことで、 ありがとう、みんな楽しんでね。バイバーイ。大仕事が終わった。緊張した。お疲れ様です。緊張した。緊張するわ。やばいやばい。お疲れ様でした。お疲れ様です。緊張した。彼女のほっとした表情を見て、スタッフ全員笑みがこぼれた。本当に？彼女には。そんな人を巻き込む力はあるようだ。どうでしたか今日の
あの司会といいますか前説は。ジャスミン緊張して今一気にお腹空いてる。本当に。なんかでも嬉しかったのはなんかうなずいたりしてくれたこと、それがなかったらもうジャスミン滑り倒してたから本当に良かった、じゃあジャスミンにとってバイプレイヤーズとは、ジャスミンにとってバイプレイヤーズとはジャスミンの原点です。ジャスミンはバイプレイヤーズでみんながバイプレイヤーズのジャスミンっていうことで知ってくれたじゃん。そうだからジャスミンは、あ、間違えた、バイプレイヤーズはジャスミンの原点。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ以上になりますので。以上です。あ、じゃあな、疲れ。ラーメン食べ行くか。一日密着して彼女の優しさ、親しみやすさ、天真爛漫さが分かった。バイプレイヤーズドラマシーズン1から3まで出演し、映画にも出演するジャスミン、誰からも愛される彼女と中の人も含め、今後の活躍を大いに期待したい。お前ら、満足したか？よかったな。いや、ちょっと初めてのジャスミン密着取材で、ちょっと緊張しちゃったよ。あ、でもちょっと本家にも出演したいだから、これ見てたんなら、オファーお待ちしてます。はい、そしてね、今日はバイプレイヤーズ第8話の放送だよ。バイプレウッド激震、朝ドラヒロイン降板のニュースに民放各局の女優が牙を向く。ヒロインの座は誰の手に？鍵を握るのは焼肉占い？ヒロインをめぐる熾烈な戦いはまさかの結末に？衝撃のラストをぜひお見逃しなく。じゃあ次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。逆に良かったですね。富田さんどうぞ。ヒットです。やった。ヒロインが降板したの、決まってんじゃないですか。ヒロインですよ。バイプレウッドの女優たちもさ、自分に声かかるんじゃないかって色めき立ってるしね。ドストラダムスの災害、オミドラダムスだ。果たして新たなヒロインは誰になるのか。バイプレイヤーズ金曜深夜0時12分。